荒井関緑地は愛知県名古屋市の西区と北区にまたがる都市公園。1971年、新川荒井関北側の新川への放流路部分と庄内川右岸堤防の高水式を利用して共用開始。かつてこの付近には農地が広がっていたが、複数の野球場やテニスコート、広場などが順次整備されて約20ヘクタールを共用していた。また、 新井関佐岩堤防には1955年に西葛飼軍山田村が名古屋市に編入されたのを記念して桜の木が植樹されヘビ池千本桜として桜の名所となっていた2000年の東海豪雨を受けて洪水調整機能を高めるために放流路西側の農地を撤去、掘り下げて遊水地としての機能を高めるなどの改修がなされた後 2006から2007年度に野球場他のスポーツ施設やビオトープの設置など再整備が行われた。なお、先にも記したように、湧水池などを利用した公園であり、豪雨時には立ち入り、利用が制限される。緑地側から見た、新川荒井関新川荒井関は天明4年から天明7年にかけて庄内側の放水路として、 新川を改作するにあたって作られた庄内川からの小支流堤で、当時は40軒の幅があった。庄内川右岸堤防の一部を低く切り替えて、洪水が発生した場合に、その一部を新川に流すことで、本流である庄内川の波定を防ぎ、名古屋城下への被害を回避することを目的としていた。堤防の高さを半分にまで切り下げたことから五合目荒い関とも呼ばれたという。 明治時代の改修を経て長らく利用されていたが、東海豪雨ではここから、腰支流した洪水によって、新川で、波堤15時間余りにわたって、越流が続いたこともあり、流域の広範囲が浸水被害を受けた。その後、2001年から実施された対策事業で、荒井関は約1メートルかさ上げされ、毎秒270トンがあった。 最大流入量は70トンに減少。将来的に新川と庄内川の河川整備が進めば締め切られることになっている。ありがとうございます。